アルペジョーネ、ヘニング・アスコウアが1968年に制作、アルフレット・レッシングの使用に基づく。アルペジョーネもしくはアルペッジョーネは、1823年から1824年に、ウィーンのギター製造者、ヨハンゲオルク・シュタウファー・ヨハンゲオルク・ストファー、1778-1853により発明された、6弦の弦楽器である。 弓で演奏するが、チェロを小ぶりにしたような本体のために重音を出すことが容易であり、また24のフレットを持つなど、ギターの特徴も合わせ持つ。このため、ギターチェロという別名でも呼ばれたが、外見は、バロック時代のビオラダガンバに似ている。この楽器のために作曲された有名な楽曲は、シューベルトのアルペジョーネ・ソナタイ・タンチョウ D821 である。 これは1824年の作品だが、1871年になってようやく出版された時には、すでにアルペジョーネは忘れられた楽器になっていた。従って、現在でもアルペジョーネが演奏に使われることはほとんどなく、このソナタの演奏では、チェロやビオラ、コントラバスで代用されることが通例である。その他にも、制作者のシュタウファーや、ルイシポヨハン・ブルグミュラー、 ベルンハルト・ロンベルクがアルペジョーネ作品を残している。ありがとうございます。